はい。はい。こんにちは、紹介者です。タカラトミーさんから2021年6月26日に発売された人機一体ブッドバスターっていうおもちゃを、提供いただいたので、ちょっとご紹介したいと思います。めちゃくちゃ面白そうなんですよね。ぶっ飛ばしてぶっ飛ばせ、快感バトルロボット。なんか、ものすごく熱いキャッチコピーですね。で、こちらの商品はぶっ飛ばしバトルセットということで、赤と青がセットになっている、6930円税込みの商品ですね。はい、パッケージがこんな感じで、両手に、まあ、リモコンみたいのを持って、こう、パンチをするような、操作をすると、連動して、ロボットが動くよっていう感じなのかな。で、後ろの説明を見ると、バトルモードとかチャレンジモードとかいろんなものがあって、一人で遊べるモードもあると。で、二人遊び、そして、4人までね、最大遊べるような遊び方も用意されているよーと。一人でも遊べるのがすごくありがたいですよね。セット内容こんな感じです。では早速開けてみましょう。せーの、はい。おーお、すごいメカメカしい。おー、かっこいいじゃん。よいしょ、うわ、これはワクワクする感じだ。うわー、かっこいい。あ、重さも結構あって、うわー、すごい。メカメカしいですね。なるほど。すげえ。腕がこういう風に動くんだ。で、ここにパイロットフィギュアが乗るんですね。この人が乗り込むっていうのがね、めちゃくちゃ熱いですよね。お、すごい、コックピットがかっこいい。はい、これがパイロットフィギュアですね。で、ブルーとレッドの2種類のコントローラーが付属しています。ラベルはレッドドンバスター、ブルーバキスマッシュの2種類、用が用意されています。電池は本体の背中、単4電池を3本。そしてコントローラー側に単4電池を2本使用します。付属のラベルを貼るとこんな感じです。銀ピカシールがかっこいいですね。よりメカメカしくなったように見えますね。こちらはレッド。ところどころのゴールドがかっこいいですね。では、ペアリングしてみたいと思います。コントローラーの電源を入れて、ピンと音が鳴りますね。で、本体側の電源を入れると、はい。本体側の LED が発光して、で、こちらの、コントローラー側が音が鳴りましたよね。これで接続完了ですね。試しに、コントローラーを振ってみると、すげえ、うわ、すごいすごいすごい。左を振れば左腕、そして右手を振れば右腕が連動して動く。振った方の足も一歩前に出るんですね。だからこうやって交互に右左右左とやるとまっすぐ進んでいくような感じになります。だから右だけ振ってれば一周するってことね。おーこれすごい面白い。じゃあ左も振ると、はいはいはい、左に一回、あ、反応速度もめちゃくちゃいいですね。ではボディーガードを押してロールバーを上げます。パイロットフィギュアをセットすると、おー、すごい、今聞きました。コントローラーの方がちゃんと連動してガチャンって登場する音が鳴るんですね。これ熱い。で、ロールバーを下げます。すごい。パイロットの頭がこう出る感じですね。めちゃくちゃかっこいい。いいね。おー。はい。同じようにレッドの方もペアリングして、おー。こっちもちゃんと連動して音が鳴りました。はい、動作確認も OK ですね。やばい。で、様々なモードが用意されてるんですけど、基本の遊び方は結構単純で、まあ、このコントローラーを使って両腕を動かして、まあ、前に進んだりして、まあ、動かしたりとか、相手を倒したりとかします。相手を狙うときは、ここのセンターガードか、ボディーガード、ね、この左右にある、ここを狙うんですけれども、こう狙う順序があって、青がここのね、真ん中のセンターガードをこう当てても当たってもこう凹むんだけど、ここね凹むようになってるんだけど、この状態で当てても意味ないんだよね。特に何もなんない。でも最初にこのボディーガード左右のね、このどちらかに当たるとロールバーが開きます。で、これはロールバーが開くだけのこの部分なんだよね。で、
このロールバーが空いてる状態でこのセンターガードを当てると、いくよ、はい、こんな感じでパイロットフィギュアがポーンってね、勢いよく飛び出すと、これが負け。なのでこうこうじゃなくてこうこうですね。この順番で相手を狙わなきゃいけないってこと。ではこの赤を僕が操作して、ちょっと青のね、この電源だけ入ってる状態で倒してみたいと思います。まずは相手の懐に潜り込む。はい。でこの状態でこうだ。あー、今の多分センターに当たってるよね。なかなかね難しい。こうじゃね。あー難しいんだ。あー難しい。これ難しいぞ。手がね邪魔、相手の。これじゃない？やい。あー。むずい。普通にむずい。これじゃダメだよね。いけ。おー来たー。でここでさらに。えい。えい。おー。止まってる相手を倒して何が面白いんだって感じしますけど、いやでも面白いぞこれ。すごい。はい、では各モードの説明です。最初がスタンバイモードですね。で、ボタンを押すと2人用のバトルモードになります。で、ボタンを長押しすると、お、わかりやすい。チャレンジ、ちゃんと言ってくれるんですね。チャレンジモードになります。これがね、1人用のモードですね。で、ボタンを押すと、おー。お、BGM が流れる、すごい。これがね、一人用のチャレンジモード。まあ、30秒っていうね、時間制限の中で、ま、いろいろな特訓とかをしていくってやつですね。はい、例えば、こういう感じで、電池の間を通っていく。これ、説明書に書いてある遊び方の一つですね。これ結構、隙間の感覚によっては相当難しいよね。左と右しか行けないから、おぉ、難しい。やばい。30秒で、これ通り抜けられるかな？やばいやばい、これやばい、やばいか？あー、時間がないんだ。はい、続いては、ペットボトルに少し水を入れて、パンチの特訓。普通にパンチを当てるのも難しい。おお、すげえ、めっちゃ飛んだ。よし、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 はい、はい、はい。おお。あれ、ちょっと待って。逆向きになると分かんなくなる。ああ、難しい。意外とボーンって飛ぶんすね、一発で。すごい。はい、最後にご紹介する一人遊びは、オートパイロットモード。なんと、対コンピューター戦ってことなのかな？これちょっとすごくない？本体とコントローラーを2セット使用します。で、オートにする方。じゃあ、青の方をオートにしたいと思います。こっちを長押しをしてオートパイロットモードにします。チャレンジモードの後ですね。チャレンジモードになったら、今度は R を押すと次のモードに移行します。はい、オートパイロットモードですね、これで。はい。で、決定したら、自分が操作する方のボタンを押すのかな？はい。あ、あ、お、すごい。おお、マジで動いてる。ねえ、どこ向いてんの。あー、やばいやばいやばい、落ちる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 。やった。ちょっとやばい。KO。さっき超ギリギリ片足がちょっと浮いてたんじゃないかなっていうところまで来たんですけど、なんとか勝ちましたね。いや、これすごい。なんか最初、同時に動くだけなのかなと思ったら、やっぱ相手はこっちの動きを見てなんか動くときもあったし、先に動き出すときもちょっとあった。
ただ常になんかこう迫ってくる感じではなさそうですね。なんかバランスよくなってるんじゃないかなーって気がしますね。本当に格闘ゲームのなんか対コンピューター戦をやってるかのような面白さがありましたね。これ一人でも全然遊べるじゃん。バトルモード。これね、スタンバイモードから二人が同時にバトル、このボタンを押せば。じゃあ、せーのでボタンを押してスタートね。よ、せーの。はい。押した?OK。はい。はい。狙うのむずくないか?待て。落ちたら負けじゃないそれ。ちょっとやめよう。あー。はい。よし。やった。あ、2回勝った方の勝ちね、じゃあ。はい。はい。こうか。あ、やめよう。待て待て、違う、おい、背中背中、守る、こうだ、お、熱い、あ、何、あ、しかも立ったんだけど、見て見て。やばい、1-1じゃん。はい。うっ。うわ、一つ。じゃあ。おぉ、あれ、今なんか、俺パンチしたかな?はい、ということで、今回は、タカラトミーさんの人気一体ブッドバスターご紹介いたしました。最後にね、息子と対戦してみたんだけど、めちゃくちゃ白熱。いやー、これ楽しいね。やっぱ体を動かすっていいですよね。BGM とか、ちゃんと、勝敗の判定まで自動でやってくれる KO とかね、どっちが勝った負けたがすごいはっきりしてるので、喧嘩になることもないですしね。ルールも非常にシンプルだし。いや、よくできてるね。で、今回のセットの他にも、ホワイトガンボンバーと、ブラックズンクラッシャーっていうね、こちらの2種類もあるんですよね。このブッドバスターね、2人から4人まで遊べるバトルロイヤルモードっていうのもありますので、まあ、この4体を使って、ワイワイね、バトルロイヤルも楽しめちゃうということで、家族全員の都合が合えばね、バトルロイヤルモードも、ね、試してみたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。以上、紹介状でした。バイバーイ。